私の考えるプロフェッショナルっていうのは、まず妥協しないっていうことになるでしょうね。ここまででいいや、とかっていう方はプロフェッショナルになれないのかなと、思います。高校卒業して、どこも大学行かなかったんで、1年間浪人したんですよ。で、その時に、英語の講師の先生がいたんですけれども、まあ、何でしょう、その時初めて、多分、あ、これがプロなんだ、プロフェッショナルなんだ、っていうのを、その先生から教わりまして、いや、本当にプロフェッショナルなんですね。で、それを見て、あ、こういう仕事をする大人になりたいな、と思いましたね。まあ、浪人生なんで、年中無休なんですよね。正月とかも関係なく、やっぱり、予備校には行って勉強はするんですけれども、まあ、その先生は忙しくて全国飛び回ってるんですけれども、どっかに行った帰りに、まあ僕、沼津の予備校行ってたんですけど、沼津、わざわざ寄ってくれたんですよね。正月の1日か2日ですよ、それも。で、まあ、いろいろ質問とかにも答えてくださったりとか。で、そうですね。それはすごいな。まあ、学校の先生と全然違うんだな、みたいなのはちょっと感じて、逆に、なんて言うんでしょう。まあ、いい意味でのカルチャーショックでしたよね。ここまでやるんだ。やっぱり、なんとか、まあ、先生はじゃあお前、なんとかお前受からせてやるよ。ってことをおっしゃってくれて、まあ僕も頑張って、頑張りますってことでやったんですけど、まあ本当に気にかけてくださって、それは今でも感謝してますし、まあずっと僕の、まあ、目標の方ですよね。お客様との近さじゃないでしょうかね。それが強みです、うちの。お客様に対してのベストな提案する。まあ、自分たちの利益とかではなくて、まあ、お客さんにとっての一番の利益は何なのかということを、追求していきたいと思ってますね。まあ、もちろんそれがうちは今も、みんなやって、社員もやってることですし、まあ、決して自分たちだけの利益を求めない。お客さんにもちろん、一番利益がないといけないと思ってますんで、それは気をつけてますね。お客様の、まあ、抱えてる不安とか、なんでしょう、価値観というのは人それぞれですんで、それを、なんでしょう、うちのスタイルに当てはめていくというよりも、それを一緒に、なんでしょう、共有する。そういうスタイルをうちは取ってますね。毎月、まあ、まあ、セミナーであったりとか、そういうことを開催することによって、まあ、僕らの持っている知識を、もうお客様の家づくりであったり、まあ、そういうリフォームであったり、まあ、不動産の選び方であったり、そういうのに、まあ、うちとね、お仕事するかしないか別として、まあ、そういう知識は損しないように持っていていただきたいなということで、まあ、無料でやってますね、そういうセミナーを。やはり専門家として僕たちが得た知識っていうのはやっぱり世の中に返さなきゃならないと思ってますんで、それは無料で皆さんにお返しする、そういう方針でやってます、ね。はい、ご持病を持ってらっしゃって、ちょっとマイホームは諦めてた方がいらっしゃったので、で、なんかそれって僕もすごく切ないっていうか、ね、割り切れない、諦めらきれない、なんとかしてあげたいなってのがあったので、まあ持病があると大体住宅の銀行関係は特にきついんですけれども、まあ、いろいろ勉強してですね、まあ銀行関係はダメでも他の住宅ローンは組めるぞ。まあ組めるのが、ね、ちょっとあるんですけれども、まあそちらであったりとかね、そういったのを紹介して、なんとかやっとマイホームを
手に入れていただいた時というのは、まあ、向こうも、まあ、お客さん自身もねちょっとまあかなり感激されて涙ぐんでたところもあるんですけども、こちらもねちょっとなんていうか込み上げてくるものがありましたね。あれはね、もういやよかった、もうものづくり以上にお客様自身の人生とかそういったものを作ってるお手伝いだと思ってますんで、幸せな今後の人生を作っていくと、まあ、器ですからね、家っていうのは所詮はやっぱりその中の人たちがねどういう生活どういう人生を送っていくのかが、まあ、大事なのかなと思ってますね。だからね、無理に高い住宅ローン組ませるとかそういうことは僕はしたくないですね。形じゃなくて なんだろうな、本当に漠然とはしちゃうんですけれども、まあ、幸せ作りみたいなことのお手伝いですよね。うちができること、今うちがやろうとしていることっていうのはそう思ってます。いろんな、なんでしょう、アスリートの本を読むのが好きなんですけれども、やはり目標を達成できる人っていうのは目標を立てて、その目標に向かって、まずじゃあ、今何をするべきか。っていうことを、一日一日積み重ねていって、やっと目標を達成できる。その、何でしょう、目標まで行く過程のね、もすごいんですけれども、まあ、目標に向かって、やっていく努力もすごい。やっぱり目標がないと人間というのは成長していかないのかなと思います。やっぱりやらされている勉強と違って自分の目標を立ててその目標のためにやっていく勉強っていうのは僕は全然違うと思うんですね。目標を立ててその目標に向かってやる勉強っていうのは多分やらされている頃の勉強に比べて吸収はすごい早いと思いますし、よりなんていうでしょう、その時間に勉強時間にはやらされてる頃よりも相当時間かけると思いますんで、それが何でしょう、濃密なね人間になっていくもとだと思ってますし、その勉強することでやっぱりより年を取ってからね、いろんなところでそういった知識が生きてくるんじゃないかなと思いますね。若い人たちはですね、もっともっと目標を持っていただいて、その目標に向かって勉強していっていただきたいなと。そうすることによってね、加速度的に自分自身が成長していくと思います。